この僕の人クソ真面目オールスターズ、コンクリートアドマモンスターというわけで今日も一緒にクラクラチャンネルのお時間です。グダグダは後ろについてますのでよろしければ見てください。後で、まあ、はい、というわけで3500万ダウンロードの武器が追加されておりますので、まあね、ポスターも来ますしね、うん、武器ガチャをね、ガチャガチャっとね、いろはちゃんがね、引いてみたいと思います。今日の予報は何ですか？いやもうね、いけそうな気がする。いけそうな気がしない。あ、しないね、うん、オッケー。じゃあ行ってみよう。1個ぐらい10連するといいな。なんか最近来ないから、てかもう武器ガチャとか来ないから、もう単発2、3回引いただけじゃん。あ、でもデータダウンロードしましたね。まあ雪がちゃんデータはダウンロードはね、おお、行くんじゃないこれ。ボン、はい、ボン、食べ残した食べ残した食べ残した、あ、見えた見えた見えた、怖いよ怖いよ、本当やばいよ。うわー、だって絶対出ないと思ったもん、これ骨とか。これ星二率の多さ、これやばくない？これも交換しちゃう？ピカチャ交換会にしようか。交換してもいい？いいよいいよ、交換してもいい。ニニはね、もうね、夢しずくとね、あのイサミさんのね、うん、武器はね、交換したんですよ。もうメモ素が6本ぐらいあってね、もう使い果たしましたね。使い果たした？もうじゃあ、3500万の何なの武器ガチャ改め、いろはちゃんの武器交換会になりましたけど、ね、夢しずくちゃんに交換。誰に持たせるの？プランちゃん。あ、プランちゃんか。いいじゃん、かわいいじゃん。うちだってもうスカシカ、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 スカパン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 がさ、すごい面白いね。あの、夢しずくって、あの、武器スキルがさ、回復するんですけど、へぇ、それがね、もう超面白くて、ちょっと見てほしいな。新罰強いのに交換しちゃうの。2個持ってんの。なるほど。あとシャオフーちゃんの使えないっぽいの。大丈夫ない？本当？一応見て。これもう1個の方がいいじゃん。これちょっと使えないよ。あ、でもドリフ持ってないんだっけ。どれ？いや、だからこれとこれと、なるほど。ああ、なるほど。なるほど。どっちも2つ持ってるし。じゃあ行っちゃえ。交換。キラン。ああ、さよなら新物。バイバーイ。おお、来た。夢しずく。夢しずく来た。いいですね。よし。だね。ちょっとチューニングので夢しずくの武器スキル見る。うん、見て。スカシカスパンマンがマジ面白いから見てほしいな。スカシ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 パンマンの似合わないサプリってすごいよ。じゃあゆみしずくっちの武器スキルをね、見てほしくて、うん、スカシカスパンマンが持った時にすごい気持ち悪いことになるよね。というわけでゆみしずく使ってみたいと思います。回復なんですよね、武器スキル。しずくっちかわいいし、マジ強いし、かわいいし、マジ強いし、かわいいし、マジ強いから。けど出ない。出ないね、本当に出ないね、うん。ほんと鎧さんぐらいしか出てない。まあ、私結構地味に引いてるんだけどさ。本当に武器ばっかり引いて武器が全く出ない。いきますよ。よし、見て見て。ちょっと気持ち悪いから。ハラシュン。あ、ゴッサムだよ、ほら。ほんとだ。マミタスさん。いくよ。あのね、ゆー、じわってやるところがね、すごいね、気持ち悪いからね、見てほしい。よ、うん、実業実業、まあ、実業しか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 しよ、気持ち悪くない？見た見た見たよ。ギョってこれがさ、あのさ、たぶんしずくちゃんがやったら可愛いんだけどさ、あ、そうスカシカシカパンもやるとさ、よく見てよく見てよく見て、そのお笑いみたいになっちゃう。本当だ本当だ。あ、なんかちょっとうんってなるでしょ、なるでしょ、
かしくスパンパンに使われる。楽しい。先日ノラで星中に行ったんですけど、はいはい、スカスカスパンマンとしずくちゃんで来てくれたんですけど、うんうんうん、すごいね強かった2人とも。あ、星中瞬殺だったよ。星中なのに。いいね。なんてね、上手い人が使うと尊敬重いんだなと思い知った次第でございますが、そんな感じでなんか最近弾けてないですね、いろいろとね。全然出てこないですね。ポスターも来ますのでね、うん、シャグマもね、うん、来ますのでね、ちょっと当てていきたいと思いますが運試しないと、運試しないとね、うん、はい、こんな感じです。じゃあ色っていうじゃんけんしようか。はい、ツイッターやってます。白黒チャンネルでやってます。ぜひフォローお願いします。基本的にフォローバックをしてますが、最近ボットとか多いのでね、フォローしましたよみたいなリップいただければフォローバックで一緒に入れます、まあ、YouTube チャンネル登録、この辺の中ボタン、この辺の中ボタンで届きますと、毎日更新通知していただけますので、ね、お願いします。じゃあじゃんけん、じゃんけん、はい、いいよ、いっちゃおう。じゃあじゃんけんいきます。はい、収録のじゃんけん、最初はにゃんじゃんけんぽい初期です。なのでグーの人を忘れてたら食べよう。見てくれてありがとう。裏チャンネルという名の裏チャンネルカット集あの最初のね、うん、何でしたっけ、この僕年人クソ真面目オールスターズコンクリート頭モンスター、うん、これです。イサミさんの思い出ストーリーで、うん、あのしずくちゃんがね酔っ払ってる時にね、うん、しずくちゃんにねイサミさんが文句言われるっていうくだりでね、すごい可愛かったんですけど、すごくないですか。イサミさんすごいいい人っぽくて、この何とか僕年人、僕のエンジン、僕年人、僕年人クソ真面目オールスターズコンクリート頭モンスターって言われちゃうんだって。言われちゃってね、キャットさんが、いやでもそれ酔っ払ってる時だから気にしない方がいいわよみたいなこと言って、イサミさんがでも普段思っていることを言っていると思うんですよ、酔っ払ってるからね、そうそうそう本当に思ってることを言っていると思うんですみたいなことを言っててね、うん、尻に敷かれてんなと思った次第でございますよ。同じ一族なんだよね。あ、そうそうそう、でなんか一族の生き残りはもう2人しかいない、そうそう、いなくて、そのしずくちゃんが当主みたいな、その本家みたいな感じで、イサミさんはそこに、まあ、仕えてるんで、うん、ちっちゃい頃から面倒を見てたんですけど、うん、クソ僕年中みたいな言われちゃってちょっと傷ついてるの。そうそうそう、かわいいな、かわいいでしょ、うん、あの気づいてってかやか、僕、ま、真面目なんですみたいなクソ真面目ねってみんなに言われて、うん、なんか真面目なの真面目に直しますみたいなそれが真面目じゃんみたいな感じになるっていうさ、ね、話でしたよ。なんかあのフォロワーさんね、さよちゃんから、うん、あの思い出に残った思い出は何ですかって聞かれたんですけど、うん、なんかありますか、思い出に残った思い出。いあれじゃなくてもさ、私一番衝撃だったのはベンジャミンさんだよ、やっぱり。バーベンジャミンさんね、超なんか泣ける話だった、なんかいい話だった泣けるか、いい話だったよ、泣けた泣けた、やっぱいい話だった、いい話だった。わよってなってる理由がね、でもそれ理由、あ、そっか、理由だったね、理由だったよ、理由だったよ、なぜバイオってなってるとか、まあ、なぜ幽霊なのかっていうね。ベンジャミンさんがね、やっとね、さっきねレベルマックスや、おめでとうございます、レベルマックスになったんです、久しぶりだね、そう、本当に出てきたね、ベンジャミンさんね、おめでとうございます。これいつ使ったらいいんだろうなんかいいじゃん、もうさいいじゃん、ようやくこれ半年、これいつ出た、多分最初の方だよ、11月とかで、そうだそうだと思うよずっと97とか、もう早くレベルマックスにしてあげなよそこまで来てるんだったらさ、つゆうくん ねやってましたけどね、使ってないんですけどね、うん、たまにさあれだよね、リーダーにしない、たまにだからパンちゃん枠で使えるかなと思って、あ、なるほどなるほど、曜日集会の時のショーワンに使えるかなと思って、アクアさん、アクアさん、アクアさんに倒しに使えるかなと思ったけどね、まあ、ピュッてやられたで、あれは入ってる時はさ大丈夫だもん、基
聞くの好き？聞く。はって時も聞くんだ。なんか自分の周りにくるーんっつってバシュン。なんかさ、意外となんかさ、なんか魔法少女みたいなさ、魔法の使い方するよね、ベンジャミンさん。そうそうそう。あと、くるりんぱみたいな感じだね。そう。釣り、うん、最後のドヤっていう場面。ああ、なるほど。スティックを。ああ、くるくるポンテンね。あ、魔導士のね。うん、なるほど、なるほど。はっかちゃんは聞くんですか、スキル。はっかちゃんのアクションスキル2は聞かない。あ、聞かないんだ。思いっきり前方にドシャーンってする。それ前方でさ、その潜ってても聞かないの。あ、なるほど。上を通り過ぎてるよ。多分ね、違うって起こないでね。多分そう。叫んじゃねえよ。違うよ。ちゃんと見てるよ。バカじゃねえの。来るかな。でも、あの、ウィズの武器スキルで、バシュンってやってたから。ウィズの武器スキルは効くのですか？効きます。効くのですか？イエスイエス。バシュンって、だからそれ最近使ってる。なるほど。パンちゃん枠だよ。パンちゃんめっちゃ使えますよね。育ててない人はね、パンちゃんもう4凸してますもん、だって。もう、結構範囲広いしね。あの、燃費いいしね。何回も使うしね。なあ、まあでもあれですよ、あの、カクテルちゃんじゃないですか。うんうん、フルーツポンチみたいな。フルーツミックス。あ、そう、フルーツミックスみたいな。あ、めっちゃ使えるんですよ。アクアも倒せるから、もう曜日ね、もうカクテルちゃんで、ね、回ってる最近。もうそんなね、事情でした。思い出ね。うん、なんかありますか、他に。チマリンとか、ネズ吉との思い出なんですか？全然思い出せない。あ、じゃあ大したことなかったやつですね。なんかあります？他に。思い出が。エリアさんとか結構ヘビーだったけどね。誰？エリアさん。国のために働いたのに国を追われて誰も信じられなくなった。あって、キラー優等覚醒みたいな、これがみたいな、なんかちょっと優しくなっちゃうみたいな、そういう感じでした。あ、確かパンちゃんの友情覚醒がでもなんかちょっとあれだった気がする。ウサさん死んじゃったやつ。そうじゃあだって、いろはちゃんが最初さ、これウサギの死体この辺つけてんだよみたいに言ってたけど、なんかちょっとなんかあれだよね。そんなこと言ったっけ？言ってた。まあ死体だけど、ちょっと死体っていうかあれだよね、もうちょっとなんか可愛い、なんか死んだウサギを、あ、そうなんかゾンビっていうか幽霊、ネクロモンサーね。そうネクロモンサーっていうの、ネクロモンサー、なんかウサギの悲しげなお話だった気がする。ほら、いい話だね。パンちゃんもいい話だしね。いい話、割とみんな持ってると思うんでね、うん、見てみてくださいね。はい、そんな感じで長くなりましたが、ぐだっとぐだぐだ会議でした。じゃあねー。